袖引き小僧。夕暮れ時に町を歩いていると袖をツンツンと引っ張る者がいる。気にせず歩いているとまた引っ張る。袖引き小僧はこうやって人間にちょっかいを出しては喜んでいるという無害な妖怪である。袖もぎ様。袖もぎ様は路傍の神様の一つで、この神様の前をうっかり通ると袖をもぎ取られてしまうというが、旅の安全を守る神様でもある。外場小町。彩色兼備の歌人として知られた小野小町が晩年は落ちぶれて流浪の果てにドクロになり、秋風の打ち吹くごとに穴目穴目と和歌を詠んだという。空神。紀州では天狗のことを空神という。山伏に似た姿で自由に空を飛び回り、困った人を助けるそうだ。そろばん小僧。そろばん小僧は丹波の国に出た妖怪である。寂しい道端の大木の陰でそろばんの音をさせ人々を驚かせた。音だけで姿を現すことはない。孫つる。孫つると言われる家がある。蛇のようなミミズのようなものが代々その家に着くということであるらしい。このものは皮膚と肉の間に入って害をなすと言われている。大魚アクル。大魚アクルは日本古代の幻の魚である。通りかかる船を人の身にしたというこの巨大な魚を、ヤマトタケルノミコトがその背に乗り剣を振るって退治したと言われている。大光寺の怪異。大光寺という寺には書院の便所を開け放しておくと、必ず夜になって青い顔をした僧が出現する。何かの霊の仕業らしいが、どんな祈祷をしても効果がなかったという。大仙の狐神。ある女が病にかかり、我は大仙明神の神使いである。随護してきた男の療養に不浄の火が使われ、命理が汚された。それで我は帰ることができないと口走る。神主や医者が謝るとついていた狐神が落ちたという。松明丸。鷹のような姿をしているが、体は火に包まれていて、腕はまるで燃え盛る松明そのものである。鷹女。下半身を伸ばして遊女屋を覗く女の妖怪。嫉妬深い醜い女が化けたとも言われるが、
鬼の一種だとも言われている。高須の化け猫。化け猫に取りつかれた人間の妖怪は、生きているものを何でも生で食べてしまう。動物、魚介類、時には人間までも食べるという。鷹入道。男がある夜、綺麗な月を見ていると、急に空が曇って、あれよあれよという間に暗闇となり、鷹入道が現れた。男が木片などを投げつけると姿を消した。すると月は先ほどと変わりなく輝いていたという。高橋の六兵衛のたぬき月。六兵衛というたぬきがある女に取り付いた。どうなだめすかしても離れないので、山伏が祈祷と源者という問答対決をして、やっとのことで追い出したという話が、徳島の高橋というところに残っている。高坊主。路上に現れる妖怪で、見上げれば見上げるほど大きくなる。みこし入道、乗り越し、入道坊主などと同類で、四国では高坊主と呼ばれている。抱き。抱きとは断崖のことである。妖怪抱きは断崖絶壁に住んでいて、船で近づく人間の命を狙う恐ろしい女の妖怪。漁師たちはすぐに逃げられるように怒りを下ろすだけで、友綱はつけなかったという。滝霊王。若い僧が生身の不動明王のお姿を見たいと願い、阿戸川の滝を見つけ修行に励んだ。何日目かに滝の中に不動明王の姿を見つけ、僧は滝に飛び込み、それを抱き上げた。これこそ滝霊王のご尊体であった。卓飛権現。沖に流された後鳥羽上皇が海で嵐にあった時、歌を詠むと海中より神火が現れ、これに誘導され無事に戻ることができた。そこに見知らぬ沖縄がいて、これからも船を守りますと言って姿を消した。卓郎日。瀬戸内海の海上にふわりふわりと並んで浮かんでいる火の妖怪である。卓郎日の由来ははっきりしないが、古い昔の神に関係があるらしい。竹切り狸。夜中に竹やぶでチョンチョンという音がして、竹の倒れる音がするが、翌朝行ってみると竹を切った跡も何もない。これは狸の仕業で、地元では竹切り狸と呼んでいた。
タコ神様。昔草刈りをしていた女が誤ってタコの足を一本切ってしまい、その時七本足になったタコを祀ったのが九戸のタコ神様である。この辺りではタコは漁の守り神とされ、氏子は決してタコを食べないそうである。田島の壮麗。地震のように家が揺れるお化け屋敷があった。一人の僧が一番うねりの大きいところに小刀を突き立てると、揺れが止まった。床下を見ると熊の骨があった。殺された熊の霊の仕業だったのだ。畳たたき。夜中に畳をたたくような音を立てる妖怪の正体が竹やぶの石の中に住む小人であることを確かめた。男がその石を持ち帰ると男の顔に石と同じ大きさのあざができた。たたりを恐れ石を竹やぶに戻すとあざは消えたという。たたりもっけ。たたりもっけは死んだ赤ん坊の口から出た魂みたいなもので、野山をさまよい、やがてフクロウの体に宿る。ほうほうという鳴き声は赤ん坊の鳴き声だとされ、子供が死んだ家はフクロウを大事にするという。立てくり返し。夜道を歩いていると、向こうからすっとんすっとんと音を立てて手ぎねのような形のものがやってくる。立てくり返しと気がついたら突き飛ばされないように身をかわせば大丈夫である。たぬきつき。タヌキに取りつかれるとやたらと大ぐらいになる。腹は膨れるが体は衰弱してやがて命を落としてしまうという。これを退治するには修験者に頼むより他にない。タヌキの婚礼。キツネの嫁入りというのは有名だが、徳島ではタヌキの婚礼というのがある。武家屋敷の縁の下で行われ、大人には見えず子供にしか見えないが、婚礼の様子は人間の結婚式と全く同じであるという。たぬき林。深夜、どこからともなく太鼓の音が聞こえてくるのを狸林という。江戸本所七不思議の一つに数えられているが、地方によっては山神楽とか天狗林、狸の腹鼓などと呼ばれている。他の神。稲を司り豊作をもたらす神で、どこの土地でも信仰の対象となっている。他の神は長い間土の底にいて目が弱いからといって食べ物をいちいち説明して備えるところもあるという。玉貝。鬼火や人玉の類を玉貝と呼び、人が死ぬときは霊魂が怪しい火の玉となって墓場へ行くと信じられている。火の玉が上がった家の不幸を防ぐために、人々は木の上や山の上で
玉貝を見守る。玉瀬。人の頭ほどの丸く黄色い光の玉で長く青い尾を引いて飛ぶ。生前縁の深かった人の家の雨戸に当たって大きな音を立てると言われ、その音は縁の深かった人にしか聞こえないが、玉瀬そのものは誰にでも見える。だらし。長崎の温泉山には突然空腹になり手足がしびれて動けなくなるという場所がある。だらしという一種のガキつき状態になるのである。飯粒を食べると元気になる。だらしはひだる神の方言である。だり。だりとは全国でいろいろな名で呼ばれているひだる神やガキつきのことで、これに取りつかれると動くのもままならぬ状態になってしまう。現代医学ではこれを急激に血糖値が下がった時の状態であると説明している。柿の実が熟しても取らずにそのままにしておくと、タンコロリンという大乳洞に化けて町にさまよい出るという。力持ち幽霊。昔両脇に鱗のある女がいた。力が強く男四五人分の働きをしていたが病死してしまった。女はやがて幽霊となって現れ、夫を取り殺し幽霊退治をしようとした男を谷底に投げ込み、やがて姿を消したという。ちじこ。奇妙な音を発しながら宙を飛ぶマリのようなものが現れ、人々は妖怪チジコと呼び恐れた。ある時一人の侍がチジコに切りつけると、それは鈴の入った本物のマリであった。妖怪に見せかけたいたずらであったのだろう。地の神。門徳天皇の御陵を定めた時に地の神の怒りを買い、大納言と陰陽師は地の神の配下に追われた。二人は呪文と三密を唱え、やっと難を逃れたという。茶袋。道の薄気味悪いようなところに茶袋が下がるという。これに触れると病気になるという正体のわからない妖怪である。中古。空を低くさまよう怪しみで、他の地方でいう狐火と同じようなものである。この火に当たると具合が悪くなり、高熱にうなされるという。提灯お岩。この提灯お岩の絵は、四ツ谷怪談の一場面を描いたものである。燃える提灯にお岩の顔が浮き出て、ずるりとお岩の亡霊が登場するのだ。提灯お化け。持っていた提灯の火が揺らめいたと思ったら、突如羽が生えて
バタバタと羽ばたいた。さらに目、鼻を表し、大きな口を開けて笑い始め、飛び去ってしまった。提灯小僧。人が意味もなく殺された場所あたりに、小雨の降る夜に現れるという妖怪。提灯を下げ、赤い顔をした小僧の姿をしている。提灯火。他のあぜ道などに火が見えることがよくある。妖怪の家来が提灯を持って通るとか、狐の仕業とか言われる。火に近づくと消えてしまうのが特徴で、正体不明のにぎやかな火を提灯火と呼ぶのである。蝶の幽霊。ある沼の底には昔死んだ人が化身したという蝶が今でもいて、曇った日や夜中に沼から出てきて空を飛ぶという。水で羽がキラキラと美しく輝いているそうである。長面幼女。ある男が夜道で提灯の火が消えたので、前方の女が下げる明かりの後をついていった。家の近くまで来た時、その女が急に大きくなり、3メートルもの大きな顔でニヤニヤと笑いかけてきたという。チョコボロン。酒を飲むためのチョコを傘のようにかぶり、爪楊枝のような尺八を吹く小無双姿の小人の妖怪である。これが箱を押し破って出てきてぞろぞろ歩き出すという。ボロンとは小無双のことである。チリ塚海王。チリも積もれば山となるということわざがあるが、チリが積もるとチリ塚海王が発生する。これは別に不潔にしておくと妖怪が発生するという教訓的なものではなく、ただ単純にチリから発生するよくわからない妖怪である。チンチロリ。人に負けじと言い返すとき、そういうものこそチンチロリという。これはある男が妖怪にチンチロリと声をかけられ、そういうものこそチンチロリと言い返して退散させた物語から来ている。ついたてだぬき。ついたてだぬきが出た。夜そこを通ると道の真ん中に大きなついたてが立っていて、人々は驚いて引き返すしかない。そこで呪文を唱えて石碑を立て、たぬきを封じ込めるとついたてだぬきは出なくなったという。つえたて様。杖立様を峠道に祭り、峠を越す人が持っている杖を備えていくという風習があった。杖立様は通行人の守り神であるが、落ち武者や盗賊に殺された人の霊を祀ったものであるとも言われている。月神。アイヌの人たちは、すべての人に生まれながらにして月神がついているとする。
月神とは、その人が生まれる時に世話をした神々なのだそうで、蛇や熊、イタチ、コウモリ、蜂など様々である。月のうさぎ。日本では、月を見てうさぎが餅をついているというが、中国では月を玉兎と言い、うさぎのことを名月の精と言っている。インドでもうさぎの亡骸を月の中に置いたという話があり、世界各地で月とうさぎの関係は深い。つくも神。人間に霊があると同様に、動物にも植物にも霊がある。そして器物も百年経つと霊が宿るようになり、これをつくも神という。辻神。これは辻辻にいる魔人で、昔から道路が交差するところには魔物が住み着きやすいと言われている。それは辻がこの世とあの世との境界になっているからだという。土雲。土雲は源頼光に取り付いて苦しめた妖怪だ。背丈が2メートルもある大雲で、幾千もの糸を吹きかけてくる。頼光と四天王に斬られ退治された。土転び。土転びは一面に毛が生えた藁打土の形をして、人が通ると転げかかると言われるが、恐れずにそのまま道を通り過ぎればよい。一説には峠に昔から住み着いている峠の神で、旅人を守るものだとされている。土蛇。土のような形をした蛇のことで、有名な土の子も土蛇と見ていい。大体は坂道をコロコロと転がってきて、人を驚かす程度なのだが、土の子は猛毒を持つと言われるから、一概に無害とは言えない。つつが虫。昔、石見の山奥にツツガという虫が発生して、夜になると人家に入り人の生き血を吸った。死ぬ者も出たので学者にその虫を封じさせた。それから無事なことをツツガなしというようになった。ツネモトムシ。盗賊だった男が僧になり、名をツネモトと改め魔人間になろうとしたが、捕らえられて死罪になった。その墓の上に人が縛られたような形の虫が発生するようになり、人々はこれをツネモトムシと呼ぶようになった。角半蔵。角半蔵とは、口をすすいだりする左右に角のような柄の出た漆塗りの小さなたらいのことである。つらら女。吹雪の夜、旅の娘を泊めてやった夫婦が娘に風呂を勧めた。風呂場に入った娘は湯船に櫛を残したまま姿を消した。風呂場は冷え切って
つららが下がっていた。娘はつらら女という妖怪だったのだ。鶴瓶落とし。大木の梢から出し抜けに落ちてくるというので恐れられている妖怪。時には人を食うとも言われ、西日本各地に出たという話があるが、とりわけ京都に多い。鶴瓶日。夜のひっそりとした闇道にぶら下がっている青白い輪行を発しているだけの不気味な火である。この鶴瓶日は特に雨のしとしと降る夜に多く現れたという。手足の神。手足の病気や怪我をした人が木や石で作った手足に名前を書いて奉納し、病気や怪我が治るようにと願う風習がある。手洗い鬼。高松から丸亀までの山々三里をまたぎ、大会で手を洗う者がいた。これをさぬきの手洗い鬼という。大だらぼっちの子分だそうである。手負い蛇。古くから蛇は怪しいものとされ、いたずらに蛇を傷つけたり殺してはいけないと言われた。特に生殺しや半殺しにすると蛇の霊がたたるという。手形傘。ある寺で葬式の最中に妖怪が現れ、雷や嵐を起こして人々を困らせた。和尚は妖怪をねじ伏せ、これからは葬式の邪魔をしないという約束をさせ、傘に手形を押させたという。テッソ。三井寺の雷郷阿闍梨は比叡山の延暦寺が約束を破ったことに抗議をし、断食の行をして死んだ。雷郷の恨みは深く、大ネズミになって比叡山に現れ、無数のネズミを従えて経典などを食い破ったという。鉄地。八丈島に住んでいると言われる妖怪。体中にかさぶたができていて、長く垂れた乳房を両肩にかけている。人を蒸発させたり道に迷わせたりするが、山仕事を手伝ってくれることもある。手長ババア。手長ババアは水の底にいて、水辺で遊ぶ子供に長い手を出して、危ないぞ、水の中へ引き込むぞと戒める保護者的な妖怪である。手の目。目の見えない男が悪党どもに殺され、成仏できずにいた。目が見えないので手探りしているうちに、その執念で手のひらに目ができ、満月の夜になると両手についた目を開いて悪党どもを探すようになったという。
手の目かじり。昔墓地に肝試しに行った若者が手のひらに目のある妖怪に追われて近くの寺に逃げ込んだが見つかって骨を抜かれてボリボリかじられてしまった。若者の死体は皮ばかりになっていたそうだ。寺つつき。物のべの守谷は仏教を好まず、そのために聖徳太子に滅ぼされた。それを恨んだ霊が鳥となって寺を壊そうとした。それを寺つつきという。天、体はイタチとよく似ている。天は知恵があって重なり合って高いところへ上がったり、犬や猫にない不思議な動作をすることから、キツネやタヌキよりも上手に化けると言われている。天下。空から火の玉が降りてくることがあったそうで、これを天下と言っている。念仏を唱えながら追い出せば害はないが、そのまま放っておくと人家に入って火をつけ焼き尽くすという。天狗。天狗といえば赤い顔で鼻が高いというのが一般的のようだが、昔は鳶のような鳥の姿だと思われていた。鞍馬山、愛宕山、秋葉山など日本全国に48種の天狗がいるという。天狗倒し。夜中に山の中で大きな木の倒れる音がする。翌朝行ってみると一本も倒れた木がない。音の怪異で天狗の仕業とされている。天狗つき。あるよ、娘が突然、我は天狗なり、娘の身を借りて神の技を伝えようと叫び、次々に訪れてくる武芸者を打ち負かした。家の者が娘の体から離れてくれるよう懇願すると、数ヶ月後、やっと娘は平常に戻ったという。天狗つぶて。山奥で突風が吹き、山が鳴り、谷にこだまして小石を飛ばすことがある。これを天狗つぶてという。石が飛んでくるのは天狗の通る道筋で、その石に当たると必ず病気になるという。天狗日。この天狗日に出会った者は必ず病気になると言われ、万一この日に出会ってしまった時は即座に地面にひれ伏して見ないようにするという。天寺。八丈島にいるという子供の妖怪。子供をさらって一緒に遊んだり、山盤をからかったりするが、餓死しそうになった山盤に山芋や木の実を持ってきてくれたこともあるという。
天井下り。いきなり天井から落ちてくる女の妖怪。長い髪を振り乱した姿は醜く、何かいやらしくニヤニヤ笑っているかのようである。ほとんど姿を見せないが、天井を住処としている。天井なめ。人のいない間に屋敷や堂に現れては、天井を長い舌でペロペロとなめて汚してしまう。背丈も高く痩せている。昔の人は天井にシミを見つけると、それは天井なめの仕業と考えたようである。天づるし。天井から稚児のようなものがたびたび降りてきたという家があった。この天づるしはただ降りてくるだけで、別に何か悪さをするわけではない。天女の宿。貧しいが、妻と七人の子供と信心深く暮らしている男の家に、ある晩天女が訪ねてきて、一夜の宿を求めた。そのお礼として井戸の水を酒に変え、庭の木の実を金に変えたそうだ。天女は妖怪というよりも神様である。道通様。道通様を祀った道通神社には、小人の町のような道通様の家々が並んでいる。道通様は妖怪神として敬われ、首に白または黄色の輪のある小さな黒蛇で人間にたたったりついたりすることがある。豆腐小僧。雨がしとしと降っているとき、竹やぶに大きな傘をかぶった子供が現れ、手に持ったお盆に豆腐が乗っていたら、それは豆腐小僧である。うっかりその豆腐を食べると体にカビが生えてしまうという。東方作。東方作は西王母の桃を盗み食いして、不死の体となり9000年生きているという学者である。この者は人魚の肉を食べたために800年生き続ける八尾国の話し相手になっていたという。東北の鶴瓶落とし。杉林に突然大きな首がいくつも落ちてきて、ゲラゲラ大笑いをしたという。人を驚かせるだけの妖怪である。どうもこうも。昔、どうもとこうもという二人の医者がいた。首のつなぎ比べをしようと、二人が同時に首を切り落とした。ところが、首をつなぐ者がいない。そこで、どうもこうもならない、という言葉の語源となった。通り者。ある女が、縁先でぼんやりしていると、怪しい老人が近づいてくる。気味が悪いのでお経を唱えると老人の姿が消えた。通り者はぼんやりしていると取りついて乱心させてしまう妖怪である。時の神。
伝染病が流行ったり火事があった時などに村人たちが集まって時と称して団子や餅で会食をして対策を練る。時というのはこの集会そのものを言うようである。トシドン。トシドンは天狗のような長い鼻の白髪の老人姿で、大晦日の晩に山から降りてくると信じられていた。今でもトシドンに扮した男たちが家々を回り、悪い子を懲らしめ年持ちを与えて帰っていくという行事がある。鳥取の牛鬼。稲葉の沢田村から湯村までのあぜ道で、寒い雪まじりの夜になると、蛍の火のようなものが蓑にまつわりついてくる。これが牛鬼である。牛鬼といっても牛の姿をした鬼ではなく、怪しびのことである。どどめき。昔、不思議な女すりがいた。この女がすり取った銭はたちまち女の体に張り付き、それが全部目になったそうだ。これがどどめきである。利根川の火の玉。利根川で夜釣りをしていた男たちが見た怪奇現象である。突然火の玉がビュービューという不気味な音を発して彼らに取り付いた。逃げ帰った男たちが翌朝行ってみると、そこにはみんなの荷物があるばかりであった。友和樹。アマが海に潜ると自分と同じ姿をした友和樹という妖怪が現れることがある。その時はすぐに仕事を辞めて陸に上がらなければ命が危ないという。土曜坊主。土地の霊である土曜坊主の現れる土曜の間は、土いじりも草むしりもしてはならないと言われている。土曜というのは春、夏、秋、冬、それぞれの季節の終わりの18日間のことである。取り出し。取り出しとは、急に何かが取り付いて神通力を得ることを言い、女性や正直な人がなると言われている。つきもののせいで病気になる話が多い中で、取り出しは病気を治すなどの福運をもたらすもののようである。泥多房。荒れ地を耕し、やっと米が取れるようにした男が病気で死に、怠け者の息子が電池を人手に渡してしまった。すると泥田の中から妖怪が現れ、田を返せ田を返せと叫ぶようになった。これが泥多房である。トンボ神。トンボ神は首に輪のある小さな蛇で、その輪は黄色で金の輪などと言われる。大きさは箸ぐらいのものから幼児くらいのものまであり、亀に入れて人間と同じ食べ物を与えて飼うと家が栄えるという。
1日、京都あたりでは7月1日のことをどんぼ1日という。お盆の準備を始めるこの日に赤とんぼが生まれ、お盆に帰ってくる先祖の霊はトンボに乗ってくると信じられている。トンボが精霊であると信じる人も多い。長井戸の妖怪。佐渡島の長井戸に現れた妖怪。美しい蛇の目傘の形で海底に潜んでいて、それを取ろうとすると傘がパッと開いて髪を振り乱した女に変化し、つかみかかってくるのである。長崎の水子。海べりで料理をしていた女から魚を取ろうとした水子は腕を包丁で切り落とされてしまった。毎夜悲しげな声で泣いていた水子は、これからはいたずらはしないという詫び状を書き、やっと腕を返してもらったという。泣きババア。遠州三つ家の宿場に出現したという。この泣きババアが家の門口に来て泣くと、その家は必ず不幸があるという。泣きり大王。昔ダンダラ帽子という一つ目の巨人が田畑を荒らしては村人を困らせていた。そこで村人は思案の末に巨大なわらじを作って、この村にはお前より大きな巨人がいるぞと脅すことにした。おかげでダンダラ帽子は現れなくなったという。これが泣きり神社の祭りの由来だ。鍋底たぬき。鍋底と言われる家ではタヌキを飼っていて、正月には神下を着てそのタヌキを迎えるという。タヌキが服を持ってくると考えられていたようだ。生首。ある男が無人の札が当たるよう、霊剣新たかな三夜上円寺の鬼坊主の墓へ参ったところ、深夜12時過ぎ、前方に突如4トダルぐらいの女の生首が出現し、気絶してしまったという。ナマズガミ。ナマズガミは水神様の使いとして扱われているようである。昔からナマズは地震を予知するとされ、地方によってはナマズが多く取れるときは地震があるとか、ヒゲにあぶくが生じるときは地震の前触れだとかいう。生団子。生団子仏という仏像を本尊にしている信州の家がある。この仏像は片足が素足で、片手に草履の片方を持っている。仏とは言うものの、随分みすぼらしい姿である。だがこの生団子仏があるとお金がたまると言われている。生とぬかなし。奄美大島にいる生とぬかなしは牛より大きく、角は8本、足が8本、尾が8本の
妖怪のような牛神である。農業の神で、2月と4月の初水運営の日に現れ、チャルメラの音のような声で鳴き、かがり火の光の中を徘徊するという。なまはげ。なまはげは秋田の冬の有名な行事である。怠け者の皮を剥いで食うという妖怪。祭りでは村の青年たちがなまはげに扮して大声を出して家々を回る。なみ小僧。昔、ある少年が波小僧と名乗る子供を助けてやった。村が干ばつで困っているとき、波小僧が少年の前に現れ、雨乞いの名人の父に雨を降らせてもらいます、と告げた。そして、天気を予知する方法も伝授してくれたという。なめ女。阿波のある金持ちの美しい娘が婿を取った。初夜に娘は婿の顔から足の先までなめ回し、その下は猫のようにザラザラしていた。気味悪くなった婿は早々に逃げ帰ったという。なりがま。京都のある住職が新しい釜を手に入れた。その釜で湯を沸かすと泣くような音を出す時があり、その翌日には決まって雨が降ったので、天気を予知する釜と評判になった。縄筋。縄筋は悪魔や妖怪が通る道で、細くて長い一本道である。縄筋に立てた宿舎に泊まった職員が胸の苦しみに襲われた。黒い顔に真っ赤な口の妖怪が大きな手で締め付けているのが夢うつつに見えたということだ。なんじゃもんじゃ。金を船で運ぶのに、箱に入れるかむしろに包んで運ばなければならないという決まりを守らなかった船人が船と共に沈み、それからこの上を通ると船は沈み、なんじゃもんじゃの木が歌い出すという。ナンドババア。ナンドの戸を開けると、家の守り神とも妖怪ともつかないナンドババアが、ほうと言って出てくると言われる。田舎のナンドは薄暗くてあまり人の出入りがないので、お化けの住みやすい場所なのだろう。仁王さん。祭の神とも呼ばれている。村境の丘の上に仁王さんと呼ばれる大きな藁人形を置く。村に入ろうとする悪鬼や病魔や悪人などを脅し、またその霊力で災難を防いでもらうのである。二階の階。ある畳屋で2階から夜中にお囃子の音が聞こえたり、火吹き竹が破れたりし始め、やがて行灯やタバコ盆が宙に舞うようになった。ある時、
鏡餅を2階に運ぼうとして、やはり盆が宙に舞い難儀している様子から、その姿なき怪物の体はよほど小さいと思われた。苦笑い。熊本八代の松井家に伝わる不思議な妖怪の一つ。人間が自分の心を欺いて笑っていると現れる。手に毒があり、爪が触れた料理はたちまちまずくなってしまうという。肉水。美しい娘に化けて笑いながら人に近づき、その肉を吸い取ってしまう妖怪。人に触れるとたちまち肉を吸い取ったという。二婚坊の日。昔ある村長の妻の病気を治したのに殺されてしまった日光坊という山伏の恨みが火となった。この日光坊の火はいつしか二婚坊の火と呼ばれるようになった。火には目鼻や口があって、人の顔のようであったという。二本の足。赤いふんどしを締め、白い足袋を履いている二本の足の上に直接大きな頭が乗っていて、とにかく走り回るという変な妖怪である。入道坊主。正体はイタチと言われている。見上げれば見上げるほど高くなり、見上げすぎて喉笛に噛みつかれることもある。入道坊主に出会ったら、イタチの足をつかんで地面に叩きつければ退治できるという。入内スズメ。36歌仙の一人とも歌われた藤原実方が一条天皇に罰せられ左遷された陸奥で失意のうちに死んだ。やがて実方の怨念はスズメとなり、皇居へ侵入し天皇の食事をつついたという。乳鉢棒とひょうたん小僧。大きな鉢をかぶっているのが乳鉢棒、下の方がひょうたん小僧である。妖怪の中にはこのように二人一組のものがあるが、その関係についてはよく分かっていない。如意自在。如意自在とは、僧侶が法会の時に持っている仏具の一つで、背中がかゆい時などに使う孫の手のようなものである。この妖怪はその如意自在のつくも神のようなものである。二来のうぷぬし。沖縄では古来海の彼方に二来家内という楽土があると信じられていた。この楽土の神が二来のうぷぬしと呼ばれていて、豊穣を約束するという。人々はそれを祈る行事を毎年行っている。鶏の僧。僧侶は肉や魚は食べてはいけないとされているが、ある寺の僧が鶏をこっそり食べてしまった。
和尚に問いただされて言い逃れをしていたが、口と尻から鶏になっていき、こっけこっこーと鳴いたのでバレてしまったという。人魚。人魚は怪人の使いであるとされていた。猿に似た顔で、鱗は金色に輝き、その肉を食べると長生きすると言われた。推古天皇の頃、琵琶湖に現れたという記録が残っている。人形の霊。魂を込めて人形を作ると、その魂が人形に宿ることがあると昔の人は信じていた。人形が敵と味方に分かれて夜の楽屋で争っているのを見た者がいるという。ぬえ。源頼政のぬえ退治で有名だが、ぬえは頭が猿、体は狸、尻尾は蛇、手足は虎という妖怪である。もともとは夜鳴く鳥のことをぬえと呼んでいたようで、その鳴き声は不吉なものとされていた。ヌエの亡霊。世阿弥の謡曲ヌエには、源頼政に退治されたヌエの亡霊が登場し、悲しげにヌエ退治を語る。それを聞いた旅の僧がヌエの妄念を晴らそうと一心に経を生じると、亡霊は懺悔し消えていったという。ヌッペポー。ヌッペポーは肉の塊の妖怪である。夜中に寺から町へ出て、ボトボトと肉の塊が歩く。どこへ行く目的はなく、ただ散歩をする。見る人の驚きの顔を見て、さあも満足そうにあてもなく歩く。沼御前。会津の沼沢には沼御前という妖怪が住んでいた。ある時、漁師が妖怪退治をしようと沼御前を鉄砲で撃った。すると沼の水が天まで吹き上げたという。現在その辺りには沼御前神社という神社が実在している。ぬらりひょん。商家の横断な風でゆったりと歩き、夕方忙しい時に勝手に座敷へ入り込んでお茶を飲んだりタバコをふかしたりする。人に気づかれないようにぬらりくらりしている。妖怪の総大将とも言われている。塗り壁。塗り壁は筑前恩賀郡に出たそうである。夜道を歩いていると急に行き先が壁になり、どこへも行けなくなってしまう。気が動転したような時に現れる妖怪のようである。塗り棒。長崎壱岐などに
よく出た妖怪で、山の崖のようなところからぬっと現れて、行く手を邪魔する。棒切れなどで払ったり、石に腰掛けたり、タバコを一服するなど、落ち着いていると消えるそうである。塗り仏。昔はどこの家でも仏壇を大切にしたが、中には不信心者がいて仏壇を粗末に扱い、手入れもろくにしない。すると祖先の霊が業を煮やして、自ら仏壇の手入れをするという。これが塗り仏というものであろうか。ぬるぬる坊主。海の沖の彼方に星のように光るものが出てきた。全体がぬるぬるでつかみどころがなかったが、陸に上がってきたところを力自慢の男が捕まえて木にくくりつけておいた。これは海坊主の一種らしい。濡れおなご。壱岐や対馬あたりでは、雨の夜に濡れそぼった女の姿をした妖怪が出る。多くは足もある普通の女の姿で現れ、にやりと笑いかけてくるが、うっかり笑い返すと一生執念深くつきまとわれるそうである。濡れ女。昔、若者たちが船で川を下っていくと、髪を洗っている女が見えた。濡れ女と知って逃げた者は助かったが、後の者はそれっきり戻らなかった。見つかったら最後、濡れ女の長い尻尾からは絶対に逃げられないという。猫つき。猫に取りつかれると精神に異常をきたし、財産もすべて失うそうである。また猫の魂は死人に乗り移ると言われ、人が死んだ時は枕を北向きにして寝かせ、枕元に刃物を置いてそれを防ぐという。猫また。昔、越後のある商家の息子が猫又に噛み殺された。知人の武士に敵討ちを頼んだ。武士は木の上に赤い手ぬぐいをかぶった猫を見つけて矢を射ると息絶えた。その死骸は尾が二股に分かれた大猫であった。猫又山。黒部峡谷に猫又という妖怪が現れ、人を殺して回った。退治しようとしても、あまりの恐ろしさに誰も手が出せなかった。いつしか猫又は姿を消し、人々は猫又のいた山を猫又山と呼ぶようになったという。ネズミの怨霊。昔からネズミは神様の使いだから、無理な殺し方をするなと言い伝えられている。ある武士がネズミを殺してしまった。
夜になって怨霊が現れ、口から大量のネズミを吐いて攻撃してきた。ネズミのたたりである。ねねこがっぱ。利根川のねねこがっぱは女ながら暴れ者で、関東のカッパの親分でもあった。散々悪いことをしていたが、ある時強い侍に捕まってしまった。詫びを入れたねねこは切り傷の妙薬の秘伝を教え、水中に没したという。ねぶっちょう。秩父地方ではねぶっちょうと呼ばれるつきものがあった。ねぶっちょうは小蛇の類で、昔からその家につき、娘が嫁に行くとそれに従ってついていくという。ねぶとり。昼間起きている時は姿の良い美人なのだが、夜寝ると体が部屋いっぱいに膨らみ、雷鳴のようないびきをかく。これが寝太りである。ノイポロイクシ。アイヌの人は、人間は誰でも生まれながらにして月神という霊がついていると信じている。その霊の中にノイポロイクシというのがあり、遠くからの見知らぬ来客がある前兆を頭痛で知らせるという。ノウマ。島根岩見地方に現れたという一つ目の妖怪である。夜一人で歩いている人を見つけると、突然ぬっと現れて、その人を食ってしまうという。野宿火。人が湯山に行って去った後とか、人が集まって去った後の夜更けに、奇妙な火がちょろちょろと現れ、話し声などがする。これを野宿火という。霊が集まって悲しい話をしているような感じの怪し火である。のつご。夜山道を歩いていると、わけもなく足がもつれて歩けなくなることがある。これをのつごに疲れたという。夜外へ出たがる子供に、のつごがつくぞと言えば言うことを聞くくらいに恐れられている。のつごは昔、間引きや堕胎で土の中に埋められた赤子の亡霊であると言われている。のづち。頭から尾まで寸胴で、大きな口で噛みつく蛇で、土の子と同じもののようだ。坂を下るのは早いが、登るのは遅いので、高いところへは追ってこないという。形が珍しいので、妖怪の仲間に入れられたのだろう。のでらぼう。夕暮れなどに鐘の音が聞こえてくると、妖怪が音を出しているのではないかという気分になる。誰もいない寺で鐘の音をさせるのでらぼうという妖怪は、そうした気分が作り出したものであろう。のび。はじめは傘くらいの大きさで、ふわふわっとやってきたかと思うと、
たちまち砕けて数十の星となり、流れ星のように走る火の妖怪である。伸び上がり、見れば見るほど高くなっていく妖怪を伸び上がりという。地元の人はこれをカワウソが化けたものであるとして、地上30センチくらいのところを蹴るか目をそらせば消えるという。のぶすま、前に壁のように立ちふさがり、上下左右とも果てしがないという塗り壁と似たものである。落ち着いてタバコを吸っていると消えるという。野森、山に芝刈りに行った男が蛇に襲われたが、ひるむことなく蛇と格闘し、鎌でズタズタに切り殺してしまった。蛇は長さ4メートル、足が6本、指も6本という世にも珍しい野森という大蛇であった。パウチ、パウチはかつては工芸の神で、機織りや匠の技を伝えたが、何よりも美しさを求めていたパウチはある時、衣服を着ているよりも裸の方が美しいと悟り、技を捨てて人間を誘惑する陰魔になれ果てたという。ハカゼ、ハカゼとは死霊のことである。怨念を持ってさまよっている死霊に取りつかれると高熱を出して苦しむ。こういう場合は医者の薬は効かず、家事祈祷に頼るしかない。バク、人の夢を食うというバクは、もともとは中国生まれの霊獣で、魔除けになると言われる。悪い夢を見たときは、夕べの夢はバクにあげますと言って息を三度吹きかけると言いそうである。白象巣、昔甲斐の古狐が狩人に狐を取らせないようにするため、白象巣という奉仕を殺してそれになりすまし、犬に食い殺されるまで50年も寺に住み続けた。以来狐が奉仕に化けることを白象巣というようになったという。化け胃腸のせい、顔も手も足も黄色で、衣を着て鐘を叩きながら現れる。これが胃腸のせいである。胃腸の木は精霊が宿るとしてしめ縄を張り、神木としている神社も多い。化けクジラ、昔沖ノ島あたりに夜になると不思議な鳥と奇怪な魚の群れが現れたという。中でも巨大な骨だけのクジラがいて、森を当てても手応えがなかったので化けクジラだとされた。化けゾウリ、昔履物を粗末にする家に出たという妖怪。夜中にカラリンコロリン
カンコロリン、マナグ三つに八人前。と言いながら現れ、いつも履物を投げ捨てておく物置の隅へ入っていったということである。化けだぬき。大家の旦那に化けた古だぬきが、ある家の婚礼に入り込み、ごちそうを食べ荒らすが、犬に吠えられて化けの皮が剥がされてしまったという。化け道路。日光に参詣に来た男たちがしばしば道に迷い、山奥深くに迷い込んでしまった。何百年も経ったような古い灯籠に霊が宿り、化け灯籠という妖怪になって人を惑わすのだという。化け猫。昔夜中に鬼のような腕に元取りをつかまれた男が驚いてその腕を刀で切り落とすと、それは針のような毛の生えた大きな猫の手であった。猫は長く生きると化けるそうだ。化けネズミ。柱の穴から子供が顔を出して手招きする。教門で穴を塞いでも出てくる。そこで勇敢な男が切りつけると、子供は消えて、穴にはフルネズミの死骸があったという。化けの皮衣。キツネが毛をかぶって女に化けるということはよく知られていることである。キツネが化けるときに使うものを化けの皮衣という。化け火。近江の片田に小雨の夜になると現れる怪し火で、湖の岸からだんだん大きくなりながら山の手の方に登ってくる。ある時力自慢の男が火を捕らえようとしたが、あっという間に投げ飛ばされたという。化けびな。ひなを入れた箱の中から鳴き声がするので開けてみると、メビナが額から汗を流していたという。古いひな人形は精霊を宿して化けびなになるというから、人形の類は十分供養をしてから処分しなくてはならない。化け古げた。夜中に藪の中で、古見の古傘古太鼓、続いて古げた古割り子、どんどんパキパキバッサバサ、歌い踊る妖怪たちがいた。その場に散らかっていた古見野や古下駄などを焼き払うと、妖怪は出なくなったという。化け物子。川屋で女の尻を撫でる手が出るので、主が川屋に入り、その手を切り落とした。すると、夢枕にタヌキが現れ、飛躍を伝授するから手を返してほしいと主に頼んだ。その飛躍が化け物子である。化け物の結納。化け物同士が見合いをし、互いに気に入ったので結納を取り交わすことになった。化け物の世界では吉日ではなく不成日を選び、
逆だるも足が生えているので自分で歩いてやってくる。ご神物の品も化け物だ。化け物屋敷。昔はどんな町にもお化け屋敷とか幽霊屋敷とか呼ばれる無人の古い屋敷があったものである。人が住まなくなった家というものは気味が悪く、そこに妖怪や幽霊が住んでいるとなると、まさに危機迫るといった感じになる。馬山、バサバサとも呼ばれ、夜更けてから家の前でバサバサと音を立てる。山の深い竹やぶに住んでいて、人目にはなかなか触れないが、大きな鶏のような姿で口から火を吹くという。橋姫。宇治川の橋のほとりに夫を恨んで死んだ女が異形な姿で現れる。美しい女と見ると呪いをかけ不幸にするというので、婚姻の行列はこの橋を避けて通らなければならない。芭蕉の精。夜、芭蕉の林を通ると異形のものに出会うことがあり、それは芭蕉の精の仕業とされていた。女がその異形のものを見ると必ず妊娠し、牙のある鬼の顔をした子を産むとされ、大変恐れられていた。芭蕉に住む霊。霊がある特定の場所に住み着くということは昔からよくあることである。そういう場所では何かと怪異が起こる。現在、魔の踏切とか自殺の名所とか言われる場所には霊が住み着いているのかもしれない。旗怨霊。昔は凶作で餓死した人々を葬式もしないで放っておくと、旗怨霊という妖怪になって生きているものを墓に引きずり込むと言われていた。これを撃退するには真言密教の秘伝家陰陽師の術に頼るしかなかったという。バタバタ。霜柱の立つ寒い夜に畳を叩くような音をさせるバタバタという妖怪がいる。音で恐怖を感じさせる妖怪はたくさんいる。旗広。家を出たまま帰らない夫を恨みながら女が旗を折っていると、その恨みが旗に伝わり、蛇となって夫の行方を探すという。それが旗広である。バッキ。形は虚という獣に似ていて、両目が頭のてっぺんにある。疾風のように走り、その通り過ぎた土地は草木は枯れ、池や沼の水も干上がると言われた。干ばつをもたらす妖怪である。発魚。西堀付近で人間の顔のように目鼻口があり、赤ん坊が泣くような声を出す魚が釣り上げられた。
これはおそらく髪が長くて鱗が白く、女のような顔をした人魚に似た発魚の子供だったのだろう。八百矢狸とは、伊予松山の狸の大親分、犬神行部狸のことで、808匹の狸を子分に従えていた。松山城の乗っ取りに失敗して、九谷の洞窟に封じ込められたという。花子さん。花子さんは学校のトイレに出ると言われ、誰もいないトイレのドアをたたいて、花子さん、いますか？と言うと、はーい、と返事をしたり、おかっぱ頭の女の子が姿を現すという、妖怪というより幽霊と考えられる。ババキツネ。昔、石見の街道にあった茶店のばあさんが一匹の狐を飼っていた。このばあさんは大変欲が深く、何かというとよその家を羨んで、この狐を取り付かせていろいろなものをせびったという。ハリオナゴ、濡れオナゴとも笑いオナゴとも言う。ザンバラ紙の先にかぎ針のような鍵がついていて、これで男を引っ掛けて連れて行く。この鍵に引っ掛けられると、どんな大男でも身動きができなくなってしまうという。半音香。昔、漢の母帝は深く愛していた夫人に先立たれ、嘆き悲しみ、半音香をたかせ、煙の中に夫人の姿を浮かばせたという。その話から、江戸時代庶民の間では、半音香は魂を呼ぶものと考えられていた。半崎大明神。半崎は大山小王のことで、半崎にされても生きているほど強い生命力を持っていることから命名されたという。ある年、人を飲み込む巨大な大山小王を退治した若者が、そのたたりからか高熱を出して死んだ。村人たちはこれ以上の災いを恐れて、この大山小王を半崎大明神として祀った。パントウ。宮古島に伝わる奇人であるが、悪疫や災害を払う神と信じられている。旧暦9月、土の絵の日から2日間、親パントゥ、中パントゥ、子パントゥの3人の神様に扮した青年たちが、人や家にヘドロをつけて回る行事がある。般若。般若は本来ボン語でプラジナといい、大いなる知恵という意味であった。般若坊という人が鬼女の面を作ってから、鬼女のことを般若と呼び、鬼女とは女性の嫉妬と憤怒の豪華に燃える妖怪である。般若月。若者が寝ているところに般若の顔をした妖怪が現れ、身動きも
声を上げることもできず、夜通し苦しめられた。それから何度も般若に苦しめられた若者は神経衰弱になり、行方知れずとなってしまった。半皮丼。半皮丼は何でも半人前しかできない神様である。とぼけた妖怪に近い頼りない神様なのだろうが、安らぎが感じられる。九州にはこのように他の地方には見られないような民間信仰の神が多くある。